はい、こんにちは。こんにちは。オデス君、今日は何を、はい、本日はスーパーライジン2の全試合勝敗予想ということで、はい、やっていきましょう。スーパーライジン2これね、はい、これだけ何本動画作ってるの、はい、まあ、あのすがれすぎじゃないこのチャンネル。そうですね、あの、まあ、細かい勝敗予想とかは、まあ、それぞれの動画を見ていただいて、はい、ということで、はい、あの噂の薄味勝敗予想ですね、はい、で、まあ、最初、はい、渡辺カナ対ビタ・アルテイガ。女子の試合ですね。これはいいですか、言って。はい、渡辺カナ選手、フィジカルで圧倒勝利。なるほど、はい、これ外国人相手にこの予想するのもね珍しいんだけど、あのこれはねちょっとお互い見比べるとフィジカルで圧倒するんじゃないかなと思います。お二人もやっぱ渡辺選手フィジカルすごいんで同じ予想です。薄いことを言い直してきた ね。はい、はい、まあ、僕も渡辺選手があのグラップリング組み技の展開で圧倒して勝つんじゃないかなと思います。じゃあ今後は僕が全部予想しますんで、はい、反対意見あった時だけちょっとください。わかりました、はい、了解です。続きまして、はい、アンドレイ・コレシュコフ選手対ロレンズ・ラーキン。これは、ロレンズ・ラーキンの勝利を予想します。おちょっとストライキングでラーキンに分があるんじゃないかと、なるほど、思います。はい、はい、ありがとうございます。では続いてマゴメド・マゴメドフ対ダニー・サバテロ。これさ、すんごい勝負論だよ。これ勝負論ありますね、はい、これ多分こうね、ファンの方はライジファンの方はちょっと馴染みがないかもしれないですけど、めちゃめちゃハイレベルな、2人ともチャンピオンでも全然おかしくないようなね、はい、2人なんですけど、はい、僕はね多分これ割れると思いますけど、サバテロの勝利を予想します。小手津君、僕はマゴメドフだよねが勝つかなと思います。確かに僕はマゴメド、マゴメドって言いたいだけですからは両者ね、これレスリングで勝負するタイプだと思うんだけど、はい、これカレッジレスリング対ダゲスタンレスリングの戦いなんだけど、まあ今まではね全部そうだ、全部じゃないけどダゲスタンレスリングが結構ねアメリカンレスリングを圧倒してきたけど、はい、これはサバテロのレスリングが勝つんじゃないかなって思ってるんだけど、自信はない。はいはい、マゴメドフ選手の方が打撃に分があるかなと、うん、なるほど、蹴り技とかが多彩なんで、うん、打撃で主導権を握るんじゃないかなと思います。まあ、単純なそのすみませんレスリング力で言ったらサバテロの方が上だと思いますし、その本当、はい、スクランブルの展開になってどっちが削れるかっていうと多分マゴメドフの方が削れちゃうんですけど、まあ、打撃に少し分があるんでうまく主導権握って勝てるんじゃないかな。サバテロの方がねこう打撃からの接続がねこうスムーズに見えるんで、ね、まあ、ちょっとそれはどうなるか楽しみにしてください。はい、楽しみにしてください。はい、はい、続きまして堀口教授対新龍誠、はい、これはあの細かく分析しておりますのでそちらをご覧ください。最初は予想としては堀口教授の勝利を予想します、はい、続きましてパトリッキー・ピットブル・クレイデ対 AJ ・マッキー。うわー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 だよね、はい、これはいいの日本でやっちゃってそうね、本当にそういうカードなんだけど AJ ・マッキーが圧倒するんじゃないかと。お二人はどうですか。僕も AJ ・マッキーかなと。パトリッキーが勝つとしたら、はい、パンチをぶち込むしかないね。ちょっと他の展開考えづらいかな。でも打撃戦でも AJ マッキー負けないと思うし、組んだら通せるんじゃないかなって思うんですけどね、はい、ただねパトリッキー・ピットブローも、はい、皆さんご存知の通り超強豪なんで、はい、実際分からないですけどね。これ楽しみですね。え、楽しみ楽しみです。絶対今飽きてたじゃん。飽きてないですはい、ということでベラトールパートは以上です。はい、はいはい、もうこれだけお腹いっぱいですよ、はい、
続いてライジンパート、はいはい、伊藤祐希対ヒロヤ、はい、これも勝敗予想で別の動画で、はい、個別でやらせていただいてますけど、まあ、伊藤祐希勝利は堅いかなっていうふうに思います、はい、ちなみに原選手は両者とも対戦してますね。はい、そうです。確かに。その感じ的にも、肌合わせた感じ的にも。まあ、肌合わせた感じ的にも、まあそうですね。伊藤選手が勝つんじゃないかなとは思います。なるほど。まあ、広谷選手がどこでこう勝負できるのか、逆にそう楽しみ。うん。はい、どこで勝機を見出して、どういう作戦を取ってくるのかは楽しみです。はい、これね、原選手です。原って選手だったんだっていう人もね、YouTube 見てる人にいるんですよ。はい、原はね、広谷選手に勝ってます、はい、で伊藤選手には疑惑の判定で負けてます。僕の中で疑惑の判定っていうことで一応アピールしてます。はい、はい、続いて、はい、安倍大地対イゴール田辺。これはいいね。これはいいね。かなりちょっとこれさ、あのベラトールパートのところにはないさ、なんていうの、異種格闘技戦、はいはい、MMA っていうか異種格闘技戦で、体重もちょっとイゴール選手寄りなんで、うん、はい、さらにこう、でもイゴール選手もだいぶ減量するんじゃないの、うん、まあまあ、そうですね、84キロでしょ、はい、ね、まあ、その辺がどう出るかっていうところだけど、これちょっとアキラさんに聞いてみたい。はい、そうですね、ズバリイゴール選手が一本取っちゃう。おそっちなんですね。はい、これです、車。いやー、阿部選手がこのシンプルに打撃で主導権握っちゃうみたいな、うん、僕はね、実はね、はい、イゴール選手が一本勝ちだそうなんですよ。分かんないけどね、はい、ちょっと分かんないですね、うん、まあ、お互いその弱点が相手の強みでもあるんで、どっちに転ぶか本当分かんない。どっちのゲームするか、阿部選手はちょっと寝技の背中をつけるとすごい甘い部分があるので、で、まあ、もちろん伊藤選手は打撃に不慣れな部分があると思う。どうですかね。はい、はいはい、お楽しみな一戦です、はい、では続きまして、滝沢健太対太田忍。これも一種格闘技戦ですよね。空手対レスリング、はい、まあ、ただ太田選手前回ね、KO してる、うん、これどっち、マジで分かんなくない、マジで難しいっす。どっち、僕はでも滝沢選手で有利かなと思います。僕は太田選手です。僕も太田選手です。組み勝つ、うん、フィジカルに大きな差があるから、いやでも KO される気もする。 KO するか、はい、KO されるか判定勝ちするか、うまいじゃん、武田選手膝合わせたりとか、はいはい、そういう勝負感あるからね、打撃の。そうです、分かんない。どっちかにつけろ、どうしてもつけろって言われれば、まあ、全体的には太田選手の方が全体的に上回った気がするんですけど、いや、それも分かんない、それも分かんない、それも分かんない。滝沢選手やっぱり一発があってちゃんと仕留め切れるというか、チョーク取る気もするし、滝沢選手、うん、まあそれもありますね、うんうん、じゃあチョークということで、この試合分からない、はい、難しいです。分かりません。どっちかつけるとしたら、もうね、さっきと変わっちゃってんだよね、ちょっと武田選手じゃないかなと思い始めてるから。太田選手、前回の波に乗って、なるほど、はい、あのフィジカルが爆発すれば、はいはい、では続きまして、はい、ウィック・ムサエク対アキラ。これコラ画像じゃないんで。ね、はい、じゃあこの勝敗予想はアキラにやってもらいましょう。はい、そうですね、当日ムサイフ選手失神させるんで、皆さん楽しみにしておいてください。よし、では続きまして、急になんかピリッとしちゃいましたね、空気がね。はい、はい、続きまして、伊沢聖華対クレア・ロペス。伊沢聖華一本勝ち。早いっす、ね、異論ありますか。いや、ないです。強、伊沢聖華強すぎもんね。はい、ということで続きまして、はい、朝倉未来対ブガール・ケラモン。朝倉未来判定勝ち、はい、これもこれはめちゃめちゃ細かく出して
で、朝倉未来に媚びを打った動画っていうふうに、ね、評価されてるんですけど、シンプルに2人をこう比べて見比べて僕が真剣に考えた動画です。逆に聞きたいんだけど、その YouTube の勝敗予想で朝倉未来に媚びたらなんかもらえる？すげえ。なんかもらえるか。でも本当シンプルだよ。ファイター朝倉未来をしっかり評価して、ケラモフと比べた時に僕の、まあ、予想です。ちょっと8人は言い過ぎたかなって思ってるところも若干ある。7、3かな、8人かなって感じです。はい。はい、ということです。続きまして。ファンアーチュレッタ対大木久保博正。これは勝敗予想するのはちょっとなんかそうですね、ちょっとあれだけど、はい、まあ予想としては正直言ってアーチュレッタです。だけど大木久保博正の男に期待しております。はい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 、はい、すごい、すんごいカードですね。あの全試合こんなに薄味でサクサクやったのに結構お腹いっぱいになっちゃうっていうすごいカードが並んでますけど、はいはい、スーパーライジン2にもう逆あるのはこの動画で最後ですかね。でまだそうです、ね、前半戦終了ってことですね。はい、終わったら振り返りとかもたくさん動画撮っていくので、はいはい、よかったら見てください。はい、今ねあの絶賛内装工事中の、はい、T シャツできました。おアルマファイトジムパグナス、ぜひ、未経験者の方大歓迎なのでよろしくお願いします。お願いします。この動画がいいなと思ったら高評価、コメントの方よろしくお願いします。はい、コメントでね、僕の障害予想をね、こうそこは違うぜってなったらどんどんください。全部僕メーターしますんで、はい、お願いします。はい、スーパーライジン2、ぜひみんなでペーパービューで、現地で楽しみましょう。ここにいるアキラが会場を爆発させますので応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。熱が出た、お腹痛い、痛い、怪我した、ボキって言った。さまざまな症状に親身になって診療いたします。お気軽にお問い合わせください。武蔵村山斉藤クリニック。男、チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。